皆さんこんにちは。今日は主催3組織のうちのですね、一つの、低頻度巨大災害分科会の立場からご報告させていただきたいと思います。これは分科会の設置趣旨でございますけれども、スキップさせていただきます。分科会は17名で構成しております。今期のミッションはですね、分科会提言を策定するということと、それから一般向け図書をですね、企画出版して低頻度巨大災害の備えの啓発を行うということを掲げております。今日は1番目の方についてご報告する次第です。これは審議の過程でございます。これまで6回ですね、審議をやっております。低頻度巨大災害はローフリクエンシーハイインパクトディザスターズと、あるいはキャタストロフィーとかです、そういった言い方をされますけれども、地域に壊滅的な被害をもたらすばかりではなく、国家規模での影響も甚大であるものであります。過去には政治体制にまで影響を与えた事例もありまして、国難災害とも言われるものであります。縦軸にですね、頻度、それから横軸に被害を取りました。で、低頻度巨大災害はこの第4象限ですね、ここになります。で、この低頻度巨大災害の領域においてさてどうするかというのが我々の分科会のテーマであります。で、100年に一遍、あるいは200年に一遍というようなですね、災害についてはインフラ、例えば洪水ですとダムですとか堤防ですとか、それから津波ですと防潮堤ですとか、あるいは強い建物を整備すると、そういったことでこう対処してきたんですね。リスクを制御する、抑えようとしてきたわけですけれども、そしてここにたくさんの投資がなされてきて成果を上げてきたわけですが、低頻度巨大災害ということになりますと、これだけでは当然対処できないということで、避難ですとか転地、あるいは移転ですね、これリスクの回避ということになります。それからリスクの分散ということで、バックアップのですね、工場を作るとかですね、そういったことで、業務継続計画とか業務継続マネジメントに役に立つということです。それから保険とか保証とかいうものがあるわけですけれども、これはリスクトランスファーということで、リスクの移転というふうに言われます。ただ低頻度 大巨大災害でですね、軒並みやられているというときに、保険会社がちゃんと保険金を払ってくれるかと、あるいは行政が保証できるのかということになると、これも大変おぼつかないところがありますということで、やはりリスクを回避すると、分散するということは大変重要であるということで、この低頻度巨大災害の分野ではですね、いわゆるリスクのガバナンスですね、どうリスクをうまくガバナンスしていくのかというところが大変重要であるというふうに考えます。これは土木学会の技術検討委員会が一昨年に報告したものでありますけれども、地震、津波、南海トラフ、首都直下地震、これにつきましては1000兆あるいは730兆、こういった経済被害、これは20年の累計ですけれども、このような莫大なですね、経済被害、死者も数万人以上ということが言われております。その他にも巨大高潮、巨大洪水もかなりの経済被害をもたらすということが報告されています。分科会の中では各委員からご意見をいただいております。今日もお見えになっております和田委員からは、ロケーション、ストラクチャーズ、オペレーションズ、リスクトランスファーと、こういった4段階でですね、対処するのがいいのではないかというふうなことをやめていただいておりますし、磯部委員からはですね、水災害に対する2段防災というような考え方を提示していただいています。これは仙台の津波ハザードマップです。津波ハザードマップでは、ここまでしか津波は来ないだろうというふうに言われてたんですね。ところが実際には 3.11、 ここまで津波が来たということで、津波ハザードマップの欠点がこれで現れになったわけですけれども、その後仙台市は津波ハザードマップを改良いたしました。このように改良して、レベル1の津波、そしてレベル2の津波はここまで来るということで、1段2段、2段防災という考え方がここにも反映されたようなハザードマップになっています。このハザードマップは津波にどう対処したらいいかということまで示してくれるということであります。洪水でも
想定しうる最大規模の降雨を設定するということで、まあ、可能最大級のですね洪水を考えるということで、ここでは1000分の1程度のですね年超過確率を考えるというようなことで対処しようとしているわけであります。それから超過洪水対策、これは昭和60年ぐらいから建設省河川局でもすでに提示されてたんですけども、まあ、計画洪水流量100分の1とか200分の1にの洪水を超えるようなですね、洪水に対して超過洪水対策を行っていくというふうなことを考えておりました。それからハザードマップも改善すると、これも想定最大規模のですね降雨高潮に対応するというようなことでなされています。これは先ほど申しました超過洪水対策の、まあ、典型的な施策としてスーパー堤防というのがあるんですけれども、このスーパー堤防の考え方も昭和60年頃から実はなされていたわけですね。それから1970年代後半からは総合的治水対策ということをやっておりましたけれども、レベル1水害対策ならまあこれで対処できるんですけれども、レベル2水害になりますと、まあ、こういった町が水浸しになってしまうわけですね。そういった場合にはこれ以外のですねさらにまあ考慮が必要であるということになると思われます。それから2013年から特別警報というのが出されるようになりました。最近大変きめ細かな警報が出されておりますけれども、もうこれは命に関わるような警報ですから、低頻度巨大災害が起こった時には何回もこの特別警報が出されると思います、まあ、こういったことにも対応していかないといけないと。それからこれは京都の天ヶ瀬ダムですけれども、前のオリンピックイヤーにできてから49年後に初めて満杯になったんですね。従いまして、まあ、少なくとも50年確率以上のものだったと。これがもっと大きなものが来たらおそらくこのダムは溢れてしまうでしょう、まあ、そういった低頻度巨大災害にどのように耐えるのかということを考えていかないといけないと。それから研究では巨大災害をターゲットとした研究プロジェクトがなされています。SIP という枠組みで、これは SIP4D というシステムで、まあ、様々なですねデータを、まあ、集積してですね、それが多様なユーザーに使われて、防災減災に役立っていくというふうな考え方ですけれども、まあ、こういったものが内閣府のですね、ISAT のメンバーたちにも使われていくということで、従来型の研究ではなくて新たな取り組みをして、その研究が実際に役立っていくというようなこともなされているというわけであります。我が国はもうすでに超高齢社会に2007年から入っております。高齢者に自助は難しい、まあ、早く走れ逃げろと言ったってですねすぐに対応できないというわけです。従いまして公助共助の充実も必要であります。一方高齢者は感染症にもかかりやすいということでありまして、これ3日ほどの数値なんですけども、今これまた大変増えていますけども、まあ、こういった感染症災害、疾病災害もですね、まあ、これも国内の災害でありまして、まあ、こういったものにも対処していかないといけないということになります。ということで、これまで分科会として定めた提言ではありませんけども、そのドラフトとして書いたものをご紹介したいと思います。まず低頻度巨大災害に対するインフラ整備の限界を認識すると、そして避難、転地、保険、保障といった災害リスクの回避、分散、移転というのを総合的に考えたリスクガバナンスの研究政策を実施すべきであると。それから2つ目は、これ感染症とか大規模人為災害も含むんですけれども、そういった巨大災害にはですね緊急事態対応が効果的にできる法整備、まあ、先週やっとですね新型コロナに対する法整備がなされましたけれども、まあ、そういった緊急事態に対応できるようなですね法整備、体制整備、国民の意識啓発が早急に必要であるということで、まあ、低頻度巨大災害、自然災害に対してですねもう同様の緊急事態対応ができるようにしていかなければならないと。それから先ほど申しました災害回避のための移転とか転地ですね、これをやっておくということで、被災する可能性の高い地域からの移転をですね積極的に推進していくということが必要であります。まあ、そのようなことを国や自治体、関係団体、まあ、企業もそうですし、まあ、民間もそうですけれども考えていかないといけないということであります。
それから高度情報通信ネットワーク社会です。しかしながら巨大災害を想定したリスクコミュニケーション、情報伝達システムはまだまだ不十分だと言います。それを充実させていかないといけません。それから先ほど申しました超高齢社会ですね。これに対する対応が必要である。それから教育面ではこれまで防災に関する授業や訓練もやってるんですけれども、巨大災害、低頻度巨大災害に対するものっていうのはまだまだ不足しているように思います。地震、洪水、津波、対処するっていうことはやってるんですけれども、さらに大規模なものが来た時にですね、どうするのかというところまではまだ踏み込めてないというふうに思っています。それから研究では社会実装を意識した研究開発を重視して、その成果が実際の防災減災に役立ち、社会に対して説得力のあるもの、そういったものを重点的に進める必要があるだろうということであります。それから復旧復興ですね、迅速かつ効果的に復旧復興したいわけですけれども、試験の制限を含む、先週の特措法でも試験の制限にも触れておりますし、緊急事態宣言もできるというふうになってますが、通常時とは異なる災害時経済の法制度を整備すべきであるというふうに考えます。それから複合災害、中頻度であっても、例えば50分の1の事象と、それからもう一つ別の50分の1の事象が同時に起こるということになりますと250分の1であります。100分の1と100分の1ですと1万分の1、そういう同時正規確率は低いのではありますけれども、同時に起こるとそれはまた巨大災害になるということであって、しかも違う種類のですね、災害が複合するということですから、そういった事象も想定しておく必要があると。それから先ほど申しました南海トラフ、首都圏直下、こういった国難災害では土木学会の提言ではですね、15年以内に公共投資を集中すべきだというふうになされております。しかしながらそれでもなおかつ大きなですね、被害が出るということは言われています。15年にたくさんの投資をしてもまだ1万人以上死ぬというようなことが言われております。そういったこともにも留意して、公共投資のあり方としてインフラ整備にとどまらない投資を考えるべきであるというふうに考えます。それから、こういった低頻度の災害に対してですね、行政や納税者の投資意欲は必ずしも高くありません。なんとかなるだろうとか、いつ来るか分からないからということですね、なかなか行動を起こさないわけですけれども、そういった投資を促進するために防災を福祉や医療と結びつけた形で施策化していくと、福祉と医療ということになると私ごとに考えるわけですね。ですからそれと組み合わせてついでに防災も考えていただくような施策を考えると。防災は高齢者だけじゃありません。若者も防災は必要でありますから、そういった防災投資の新しい考え方を考えていったらどうかと。それから巨大災害時には当然他の都道府県から支援を受けます。あるいは他の国からも支援を受けます。そういった時の支援についてですね、あらかじめ協定を結ぶとか事前の準備が必要だろうというふうに考えます。それから今回のコロナもそうですけれども、国境を越えて波及する広域災害ですね、これにつきましては国際協力のもと、人の移動や物資の支援などが円滑になされる必要があります。良好な協力関係を築くとともに、有事の受け入れあるいは支援の体制を準備しておく必要があります。この感染症はちょっと難しいですね。なかなか行くな来るなというようなことで自粛しろというような形でですね、なかなか国際協力もしにくいんですけれども、それでもやっぱり国際協力をしてですね、なんとかこの世界的な災害を乗り越えていかないのではない、いけないとではないかというふうに考える次第です。以上で報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。